桃山学院中学校、高等学校は、大阪府大阪市安倍野区昭和町三丁目にある私立、中学校、高等学校。学校法人桃山学院によって運営されている、日本政公会系のキリスト教主義学校である。キリスト教の自由と愛の精神をモットーにしており、自由な校風が特徴。生徒自治会活動は活発で、2005年度は、 自治会主導のもと、約30年ぶりに体育祭が復活した。高等学校では1971年により、制服は撤廃されているが、選択肢の一つとして、留学時などにあれば便利ということで、標準服がある。また、米国政交会学校連合会と提携した EP 留学制度や国際コース以外の生徒を対象としたカナダ短期海外研修など、 留学制度が充実している。高等学校の主な略称は、桃だか、新聞等では、桃学高だかという表記がなされることもあるが、一般的ではない。なお、地元では、俗称として、ピンコウも使われる。これは、桃山学院の桃の字をピンクと読み替え短くした、ものという説が有力だが、ピンから霧までのピンという説もある。いずれも、男女共学。 分離コースアスリートクラスは男子のみ。その他のコースは男女共学。学院賞に同じ。印刷物等において実際に用いられてきた衣装には年代によって字色の表現やシクイモニー ME の文字部分に微妙な差異が見られる。この効果は旧正中学校時代から数えて3代目である。2007年度からの標準コースアスリートクラス解説により、 バレーボール、サッカー、ハンドボール、バスケットボール、水泳の5つの運動部は指定クラブとなった。自治会指導部、自治会執行部があり、執行部は予算案作成や学校行事、HR などの企画運営を行い、各種専門委員会、各部活動を管轄する。執行部は会長1名、副会長2名、初期4名、会計2名で構成される。 本校の自治会活動は、生徒心への変更を行ったり、行事の拡大を行ってきたなど、他の私立高校に比べると活発である。前述の通り、高等学校では1971年10月から服装が自由化されている。これは、生徒自治会の要望に基づいて決定されたものである。そのため、制服はないが、標準服が用意されている。 服装は自由化されているが、ズボンやスカートの丈などに規律がある。2017年7月、生徒自治会による私服制限緩和運動により、ズボンの七分丈が試験的に解禁となった。中学校には制服がある。ジャケット、ベスト、セーターに、男子はネクタイやチノパン、女子はスカートやパンツを合わせるといった。 様々な組み合わせが可能なものとなっている。この制服はデザイナーの宮本ゆり子によるデザインである。なお、多くの在校生女子が本校のアピールポイントとして制服の可愛さを上げており、赤のチェックスカートに人気があるという。ABCD 桃山学院100年4より、サッカー部公式 HP 学校による学校建設プロジェクトスクールバイスクール。 桃山学院中学校、高等学校 HP ハットクラブ活動。桃山学院中学校、高等学校 HP ハット。桃山学院高等学校教育の特色制服の自由について。桃山学院高等学校。2013年10月20日閲覧。関西私立青春白書桃山学院中学校生徒インタビュー。2013年10月20日閲覧。 ありがとうございます。